さらこんばんは。またまた練習の虫こと私のことでございます。それではちいかわのみんなが弾いてみたいドラえもん、アイドルも個人の能力やニーズに応じた選曲をしてあげるということはとっても大切です。個人の能力やニーズを見極めて選曲をしてあげるというのもピアノが長続きするコツでもあります。そうだった。